毎度お疲れ様です。サラです。マンボウ開けました。開けました。おめでとうございます。何を言うとんねんって感じだと思うんですけど、マンボウ期間がついに終わりました。なんでもう今日からは、まあ、ちょっと様子見ながら外レビューっていうかな、外食レビューとか外飲みとかちょっとじわじわ攻めていきたいなと思います。でマンボウ開け一発目は雑把さんっていういわきの人気ラーメン店に訪問します。この雑把さんも以前から視聴者さんに行ってくださいとか結構リクエストいただいてて、今日はもう一発目がっつり系ラーメン行きたいなと思って雑把さん選びました。で調べてると、この雑把さんっていうのはそのラーメンの枠を超えて、もうなんか雑把さんっていう食べ物っていうなんかうまいこと説明できんけど、もうラーメンじゃなくて雑把というジャンルだと、そういうなんかね、ちょっとテンション上がるようなラーメンらしい、ラーメン言ってるけどテンション上がるようなあのやつらしいんで、ちょっと今日はそれを求めていきます。まあまたここでぐちゃぐちゃ言ってても仕方がないんで、とりあえず行きましょう。本日もよろしくお願いします。ザッパー開けおめえ、行くで。さあ行くぞ。ちょっとね、この外レビューが久しぶりやから、なんかたどたどしい感はあるかもしれないんですけど、まあちょっと一発目ね、あのスロースタートということで、まだちょっと多めに見といてください。以前のように以前お前どんなんやねんって感じだと思うんですけど、以前のようにまあテンション高くお届けできればなと思うんで、まだ何卒よろしくお願いします。では雑把さん行きます。めちゃくちゃ雨降ってるっていうっていうか台風直撃なんですよね。めっちゃ寒いし雨降ってるしで、まあまあもうそばにつけましたよ。見えてきました。ちょっと看板だけ撮らせてもらおう。劇的ラーメンザッパー、ここです。では入ります。皆様長らくお待たせしました、実況バージョンです。誰も待ってへんねんっていう感じだと思うんですけど、実況バージョンです。僕が頼んだ小ラーメンですね。小ラーメン、とりあえずこれから行こうと、 370g の小ラーメン、これから様子見ですね。まあいろいろトッピングとかもしたかったんですけど、まあとりあえずこれで行きます。そして久しぶりの鋸戸原29、どうですか、久しぶりですね。皆さんお久しぶりです。鋸戸しております。まあまあこれがね、僕らしくていいじゃないですか。はい、そして走行してるうちに到着。これが雑把さんの小ラーメン。僕はでこれ僕がトッピングしたのはニンニクですね。ニンニクトッピングだけ、野菜増しとか何もしてないです。もう小ラーメンのニンニクトッピング、これだけですね。まあ今思えばうずら卵とか野菜とかもいけばよかったんですけど、まあまずは様子見ということで、まあ初心者なんで、雑把初心者なんで、とりあえずこれから行きましょう。さあやっていきましょう。いいっすね、ワクワクしますね。水を飲みまして、いただきます。スタートです。パキッと、割り箸パキッと。さあやっていきましょう。グッとね、下から麺を持ち上げて、これもね重たいんですよ。このコシのある極太麺、最高。フーフーとすすろう。マンボウ明けに久しぶりにすすろう。いや、お久しぶりです。皆さん最高ですね。やっぱり最高最高。キャベツともやしもいきますよ。やっぱり実況久しぶりにやるとなんかテンション上がりますね。テンション上がるまあみんなうるせえって感じかもしれないんですけど、なんかうん、テンション上がっております。野菜と一緒にね、このわしわし麺、ごしわし麺をいく、ぐっと眉間に塩寄せていく。いや、うまいんですよ。このタレもね、濃いめのタレにこのわしわし麺が絡んで、そしてこのほろ肉も最高。ぐっとうまみが詰まったこのほろ肉も最高ですね。そしてこのわしわし麺、いや、うまい。雑把さんの JK ラーメン、マジでうまいです。で、これせんべいとかも乗ってるんです。なんか雨の日限定でイカせんとかも乗してくれてたんで、なんかそういうのも面白いなと思って。で、実を言うとこれ早いじゃないですか。あの間取れてませんでした。取れてなかった。いろいろストッピングしたりなんやらやってたんですけど、取れてませんでした。なんか、久しぶりやからか、取れてませんでした。くっそ残念なんですけど、まあまあね、汁飲み干してラーメンですからね。いや、ちょっと短い残念な動画になってしまいましたけど、今回は雑把さんレビューでございました。水も飲み干しまして、くぐった。いや、うまかったな、雑把さん。ごちそうさまでした。ありがとうございました。雑把さん、ごちそうさまでした。またお願いします。
ごちそうさまでした。いやお腹いっぱい、お腹いっぱい。なんかビビってニンニクだけをコールしたんですけど、いやもっとね、ほんまは、まあ、初めてやから、初めてやったんで、まあ、ほんまは僕もね気持ち上げてニンニク、油、野菜とか言いたかったんですけど、ちょっとビビりました。まあまあ次回はちゃんと、これでも学んだんで、次回はちゃんと声高らかにコールしたいと思います。いやーうまかったうまかった。とりあえず帰ります。ライフスタイル、はい、というわけで帰ってまいりました。お疲れ様でした。はい、というわけで帰ってまいりました。お疲れ様でした。ちょっとハイボールを飲みながらね、振り返りしたいと思います。ザッパさんですね、ザッパさん。なんかいい緊張感がありましたね、いい緊張感があった。こう空気感がピリッとしてて、なんかその辺もやっぱこう、あの味をより鮮明に脳に刻む空気感なんやろなって思いましたね。はい、だからコアなファンがいる、そういうお店でですね、僕みたいにちょっとヘラヘラしてるやつにこうボーッとパンチをくれる、そんなお店でした。ちょっとわけわからん感想になってるかもしれないですけど、はい。で、ザッパさんのラーメンめちゃくちゃうまかったです。めちゃくちゃうまかった。正直小でも結構多いって書いてあったんですよ、 370g で。だからそれで結構ビビってたんですけど、いや僕まだいけるっすね。多分400ぐらい450ぐらいだったらなんかいけるかなって思いましたね。その上が大っていうのがあったんで、でその大っていうのはなんか無限大って書いてあって、なんかグラム数を指定できるらしいんですよ。400とか450とか、多分ですけど、だから次行くとしたら400とか450とか、ちょっとそんなぐらいでいいかなって思いました。で店出てからも言ったんですけど、僕がこうもっとこう堂々とどっしりしてニンニク、野菜、油とかって言えればよかったんですけど、なんせ初めてすぎてちょっと控えめにニンニクとかって言ってもうたんで、次はちょっと声高らかに行きたいなと思います。なんで皆さんもぜひ、ちょっとまあ僕の動画が参考になるかどうかわかんないんですけど、あんまり僕みたいにこうね、ガチガチにならずに、まあそんなに別に店主さんも店員さんも全然もう気さくな感じだったんで、全然こうリラックスして入ればいいかなと思うんで、まあ食べれる量で、ちょっとザッパさん訪問されてください。なかなかいい時間が過ごせました。本日は以上でございます。まあマンボウも開けたんで、ちょっとね、ちょっとガンガン攻めていこうかなと思うんで、またよろしくお願いします。では今回は以上です。いつもご視聴いただきありがとうございます。また次回お会いしましょう。 Thank you for watching my video. See you next time. Go! チャンネル登録よろしくお願いします。ボン！ってハンズアップかざす、手のひらが目を覚ます。 I'm a melting 愛と朝探す、今さらさばき出したタイマー、とろけ出すアイス出したまんま、何気ない毎日が噛んだ明るく